明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。ってことで新年初滑り行きましょう。そうっすね。うん、はい、なんか前日クラッシュしたらしいけど。そう、ノーズ刺さってバックフリップ で首ムチ打ち、体全体的に痛いです。ちょっと調子悪いんで、じゃコンディション最悪ということで、ちょっとゆるくね取っていければ。わかりましたって感じかな。じゃあゆるくいきましょう。いきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。寒くはない。そう、ちょっと教えてほしいんだけど、今シーズン使っていくであろうギアを教えてほしいので、はい、下から順にちょっと教えてほしいかな。 OK です。うん、まず板から、うん、だね。板はちょっと今は履いてないんだけど、うん、今年はクロニック94の 178cm 新しいやつを使ってます。なるほど。まだちょっと見せられないデザインもあるから、うんうんうん、ちょっと動画的にもこれにさせてもらってます。なるほどね。今日はホワイトブレンドで、うん、これは昔の動画を参考に。そうだね、プレゼントもらったやつだよね。そうだね。日本に何本？5本。5本か、うん、なるほど。で次にブーツ。ブーツこれは K2 の B&E ですね。うんうん、毎年変わらず
はい、うん、使ってます。もうこれで4シーズン目かな。うーん、お気に入りだ、うん、めっちゃいい。で次にパンツだね。パンツは今年からサポートしてもらうことになったウィンターチケット、うん、ウィンターチケットですね、うん、WT のマークなのかなこれ。ああなるほど、うん、このパンツ太いよね。太いね、チケットが、うん、で太いのが好きな俺にはうん最高です、うん、なかなかいいっすね。俺もね今シーズンからちょっと履かせてもらってるので。そうだね、ちょっとインプレッション動画出そうと思うんで、はい、じゃあ交互期待ということで、はい、はい、で続いて中もうこれはいつも着てる LINE のパーカーです。あそうだね、これはね外せないよね、うん、LINE のパーカーいいよね、うん、あったかいし絶対外せない、うん、でこの上のジャケッ ト, ジャケットこれはあのプロクラブです。うーん、古着好きで使ってるだけのジャケットで、うん、古着古着だね。うーん、まあ、もらい物なんだけど。そっかそっか。続いてがどうしようかな、手からいっぱいな、うん、まあ、これはエビスのグローブですね、うんうん、エビスグローブゴアテックス。なるほど、防水バッチリいいね、あったかい、あったかそう。でミトンは俺結構好きな形なんで、うんうんうん、指5本よりも俺こっちの方が好きなんで。そっか、なんか指5本だと手先がシュッと見えちゃって、うんうん、なんかこの全体のシルエットがねガボってならない気がしてんだよね、うん、ちょっとしたこだわりです。そこにもこだわりが、はい、はい、でそのまんま上に行くと、はい、右ゴーグルですね。ゴーグルね、はい、新しくなってるね。こちらも SPY スパイですねから提供いただいたメガリスっていう新しいゴーグルになります。うんうん、でこの前にレイダーっていうのがあったんだけど、うん、それがちょっと新しくなって、うんうん、新しいモードのメガリス、うんうんうん、でレンズがね変わったね。あそうなんだ。そう、前までは普通のレンズだったんだけど、うん、今回これからあのハッピーレンズっていう、ハッピーハッピーなレンズ、うん、ハッピーな光しか、そういうこと、そうすごい見やすいんだよね。うーん、調光ではないんだけど、うんうん、これ1個あれば全然めっちゃ暗くなければ使えるかなっていう、うんうんうん、なるほど。でかっこいいね、デザインが、うんうんうん、ブラックとレッドもあって、うんうん、レッドはちょっと兄に今貸してるんだけど、うんうん、でもちょこっと後で映ればなるほどチェックしてもらえる。そうですね。で最後の最後に髪の毛髪の毛見えないな。髪の毛これはまあいつも通りツイスト、なるほどね、モクティでやってもらってます。そこまでがあの自分の一つの形っていう感じ、うん、なるほど。じゃあもう毛まで入ってます。完成だ。はい、じゃあ完成するという今シーズンはこれでいくって感じですね。やり、はい、ながらなんとなくこう全体的にあこれいいなっていうのがあったら、うん、見つけてもらって、はい、これいただければと思います。じゃあよろしくお願いします。